はい、皆様こんにちは、友人でございます。本日は急遽予定を変更いたしまして、今回もプラネットズーの続きやってまいります。前回はですね、ご覧のような、フードショップ、ドリンクショップ、そして奥にですねトイレを設置いたしました。これらの施設を設けたことでお客さんたちの欲求が満たされ、ご覧のようにですねラマさんたちを見るお客さんたちが増えました。今回のこの作戦はね、見事成功したような感じがします。それで今回はですね、お客さんたちが動物さんを見る余裕ができたということなら、ラマさんだけでなくその他の、南米パックに含まれる動物さんたちを入れても同じように見てくれるのではないかと、そういうふうに思いましたので、今回は新しい動物さんをお迎えしようと思います。で、今回お迎えしようと思っている動物さんはこちら、はい、ジャガーさんでございますね。ジャガーさんは南米、中米、メキシコ全域に生息する大型の猫の仲間です。まれにアメリカ南部でも目撃され、複数の環境タイプで生息できるが、密林、沼地、川辺を好むと。猫科の動物の中でも大型で、平均体重56から96キログラム、体長112から185センチであると。黄色からオレンジ色の毛皮に黒のロゼット模様があり、腹部が白いということで、なかなかね猫科の中でも特徴のある動物さんなんですね。続いて彼らの社会性を見てみましょう。やはりこれまで飼育してきた猫科の動物アムールトラさんやユキヒョウさんと同じように、ジャガーさんたちもですね単独で暮らす動物であると。子供と暮らす母親以外は単独で生活しますと。今回はですねそんなジャガーさんたちをこの南米エリアにお迎えしようと思います。さて、それでは早速やってまいりましょう。今回ジャガーさんたちの飼育エリアはこの辺りにしようと思います。まずそしたら最初にちょっと歩道を作っちゃいましょうか。歩道を新しく、伸ばしましょう。この辺りにちょっと作りたいんですよね。地形が邪魔ですが、こうしてこうしてこうして、ゴンドラのねこう下を通るようなイメージでしょうかね。はい、こんな感じですね。うん、OK。で、ちょっと地形が変な感じなんで、ここもちょっと削っちゃいましょう。よしよしよし、OK、OK、OK です。じゃあ、先にですね、フェンスを作っちゃいましょう。フェンスの境界をですね、先ほど設置した歩道に沿うように伸ばしてまいります。で、ちょっと川沿いに伸ばして、ああ、そうだな。水処理ポンプがちょっとここにあるんだよな。ちょっとこれを避けるように伸ばしましょうか。こんな感じでいこう。よいしょ。さあ、もう少しで1周。まもなく1周。この辺りか。ぴょこっと。はい、出来上がりました。形はこんな感じでございます。うん。そしたら飼育員さんが入るためのゲートを設置して、毎度おなじみ、広さチェックをいたしましょう。チェック808。ちょっと微妙な数字ですね。実はジャガーさんの飼育エリア最低条件が705なんですよね。このままだと数が増えるにつれて彼らが狭いと感じてしまうかもしれないので、もうちょっとだけじゃあ伸ばしましょうか。はい、出来上がりました。ちょっとこの辺りをね横に伸ばした感じです。そしたら再度チェックいたしましょう。広さチェックパート2。はい、1100。あ、ちょうどいいね。なんか切りのいい数字になりました。そしたらこれだけ広ければまあなんとかなると思いますので、この調子でどんどん作っていきましょう。はい、そうしましたら、マーケットにやってまいりました。たくさんのねジャガーさんが販売されています。で、その中でやっぱりこういうのもいらっしゃるんですね。お、真っ黒なジャガーさん、これはこれで可愛いわね。どうしよう、ちょっとこの黒い子もちょっと欲しいな。どうしようかな。とりあえずそしたら普通のヒョウ柄のを買いましょう。じゃあこの数値が比較的良さげなこの子を導入。じゃあそしたらせっかくなのでね、このちょっと黒い子を購入してみましょうか。数値もねなかなか良さげですので導入。そしたら彼らを入れる前にちょっとだけ岩の壁を作っておきましょう。こちらはですねラマさんの飼育エリアで使ったものなんですけれども、これをそっくりそのまんま置いちゃいます。とりあえず適当にまあこんな感じで置いといて、ではみ出た岩などいらないのは全部消しちゃいますと。この辺とかね、これも消しちゃいまして、よし、いい感じですね。そしたらこれをコピーして、地面ずらーっと岩の壁が広がるようにしましょう。
はい、出来上がりました。こんな感じですね。うん、ちょっと一部岩を置いていないところがございますが、まあね、皆さんご想像の通りでございます。そしたら早速、入れてみましょうか。なんとなくね、これから起きそうなことは予想できますが、とりあえず入れてみましょう。ほいと。さあ来ましたよ、ついに、清掃員さんの一人がですね、デッキバラシ片手に箱を担いでついにジャガーさんを飼育エリアに運んできてくれました。ドーン。はい、来ました、ついにジャガーさんです。あー、後ろにもう一匹来るよ。うわーうわー、真っ黒真っ黒だ、すげえ、やだ、かわいい。もちろんね、ヒョウ柄のあなたもかっこいいわよ、本当に。あー、かわいい。あー、見てる。ちょっと目線ください、目線。あー、いいわね、いいわね、その目線いいわよ。やだ、ちょっと愛着湧いちゃいますね。名前とか決めてあげましょうか。そうだな、ジャガーこうする?こうする?横田くんにしようか。せっかくなんで、メスのこの子にもね、名前をつけてあげましょう。そうだな。じゃあ、黒いから、これでいいんじゃないの?クロちゃんです!はい、というわけで、彼らの名前が決定いたしました。オスのジャガー横田くんと、はい、メスのクロちゃんでございます。うん、いいね。なんか、あなたたち、芸能界に精通してそうな感じするね。さあ、だんだん外が暗くなって、だいぶ話してから時間が経ちますが、全く動く気配がないですね。脱走しようとする様子もなく、だいぶ落ち着いていらっしゃいます。そんな彼らの、順応度を覗いてみましょう。こちら、どうやら社会性と充実品の数値が著しく低いですね。社会性の方は、あー、やっぱりこれでもスペースがまだ足りないそうですね。そしたらこれに関してはですね、後でまた拡張いたしましょう。そしてもう一つ、まあこれは明確ですね、充実品が、一つもないよということで、すごく退屈してらっしゃいます。そしたら先にちょっとスペースの拡張だけしてあげましょうか。もうちょっとだけこう広くさせてあげましょうかね。こんな感じで伸ばして、で先ほど設置した岩をちょっと直しましょう。ごめんなさい、ちょっとね、夜でね、見づらいかもしれませんが、ただいま飼育エリアの拡張作業中でございます。はい、出来上がりました。こんな感じですね。うん、だいぶ広くなりました。しかし、もう一度順応度を見てみますと、ご覧の通りまだスペースの数値が改善されておりません。うん、どういうことでしょうか。そしたら実際に地形の項目を見てみましょう。はい、こんな感じになっております。そう、スペースの問題、陸地エリアの広さは問題ないのですが、残念なことに移動可能なよじ登りエリアというのも彼らにとって必要なんですね。そう、これがないから今スペースの数値が低いと。ですので彼らのためにちょっとよじ登れるエリアを作ってあげましょう。そしたらですね、あらかじめ用意されている設計図を今回ここでも使いましょう。実はですね、大型動物用のジャングルジムにも、その設計図があるんですね。これらがそうですね、ちょっと試しに置いてみましょうか。じゃあこれとかちょっと置いてみようか。そうだな、じゃあ大きく真ん中にポイと、はい、ご覧の通りよじ登りエリアが緑色の数値になりました。順応度の項目を見てもスペースが 100% に改善されましたね。うん、早速クロちゃんが利用してくれてますね。いいねいいね。あれ、横田くんどこ行っちゃったんだろう。横田くーん、あれ何、そんなところにいるの、どうしたの横田くん。ああ、わかった、ここが日陰で多分涼しくて気持ちがいいんだね。なるほど、ここがシェルターの代わりになってるのか。そうかそうか。いや、それにしても可愛いわね、その寝てる姿。うー、写真撮っちゃおう。うーん、そうだな、シェルターはシェルターでまた別で作ってあげる必要がありますね。充実品もまだ設置してないので、じゃあちょっとそのあたりどんどん加えていきましょうか。そしたらですね、ちょっとお昼寝の邪魔をして申し訳ないのですが、ジャングルジムの位置をちょっとだけずらします。このあたりにしておいて、でこっちはこっちで、寝床などを作ってあげたいんですよね。おやおや、2匹とも仲良くジャングルジムを利用してくれてる。なんか作業したいんですけれども、彼らがねこうやってここを利用してくれてる姿が可愛くて全然集中できない。いやー、もうずっと見てたいんだよね。いいわね。あー、やりましょうやりましょう。充実品を置いてあげないといけませんね。そしたらジムはできたけど、ハードシェルターがまだないんですよね。そしたら既存の設計図今回もちょっと使いまして、
この飼育エリアの端っこの方にちょっと置いておきましょうか。でここに寝床ですね、南米パックで追加された緑色の寝床がありますのでこれを使いますと。そしたらとりあえず、充実品を置きましょうかね。結構彼らが利用できる充実品はもう揃っておりまして、そうだな、やっぱり彼らといえば爪研ぎ棒ですよね、そしたらこちらを、ジャングルジムの上に設置で、段ボール箱とかもね置いてあげればきっと楽しく遊んでくれそうなので、じゃあこの辺りに。そしたらピニャータもちょっと置きましょうか。なんかわかんないですけどね、ピニャータってどういうわけか私の中ではね、こういう高いところに置いてあげたいっていうイメージがあるんですよね。そうそう、こんな感じ、どっかで見たことあるな。あとは、ちょっと影になってるところですが、こすりつけパッドを置いて、こちら回転ラインフィーダーという充実品ですね、こちらも設置。とりあえずこれだけ置いとけばいい方なのではないでしょうか。純濃度を確認してみましょう。チェック。お、充実品 100% いってますね。よしよしよし。ただちょっと新しくですね、水分補給ができてないよという問題が発生しておりますので、彼らが水を飲める場所を設置いたしましょうか。そうだな、ちょっとこの辺りに置いといて、エサ入れも隣に置いときましょうか。よし。お、早速横田くんがね、喉乾いてたんだね、申し訳ないね、ごめんね、しばらく我慢させてたみたいですね。クロちゃんの方も水を飲みに来ましたね。ああ、よかった、ご覧ください、水分補給 100% になりましたね。うん。あとはですね、その動物の研究を進めないといけない、餌の品質の改善、これはやっぱり時間がねどうしても必要なので、今後そこは改善していこうと思います。そしたら最後に教育ボードなんかも取り付けてあげましょう。そうだな、この辺りにとりあえず1台設置で、もう1台ちょっと別の角度から見れるところに設置いたしましょう。そしたらもうちょっとだけ植物を生やしておきましょう。南米系の色とりどりの植物、ちょっと背の高めなブラジリアンナッツの木なんかも植えてみましょうか。あとは皆さんも大好きな、締め殺しの木。よし、だいぶ飼育エリアの中も充実してきましたね。うん。まああとはですね、彼らのね赤ちゃんが見られたらいいかなと思うところなのですが、どうなんでしょう。ちょっと今なんかね、体をこすりつけ合ってるよ、体をこすりつけ合ってるよ。はあ、マジ。いやー、やっぱ言ってみるもんですね。なんとクロちゃんが妊娠いたしました。おお、せっかくなので、赤ちゃんも見て今回は終わりにいたしましょうか。さあ、予定ではもう間もなく出産なのですが、どうでしょうか。クロちゃんちょっと丸くなってますね。もしかして出産に備えたポーズなんでしょうかね。どうなんでしょうか。周りがだんだん暗くなってきた。大丈夫かね。さあどうだ。おーおーおー、きたーきたーきた、うわーきた、うおー、ダブルダブルできたー。あー、トリプルトリプルじゃ。わー、ちょっと夜で暗いけど、ちょっと適当に松明置こう。ちょっと松明でこの辺照らすぞ。ちょっとこのライトを使ってもうちょっと明るくしよう。この辺も明るくしとくか。あれ、ライティングしてたらもうすでに朝を迎えていた。なんだよ。そしたらジャガーさんたちの子供たちを見ていきましょう。あれ、どこ行った。あ、いた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 、一匹いたいた、ここにいたここにいた。あー、こんにちは。かわいいわね、あなたね、ちっちゃいわね。いやー、3匹生まれましたね、いいですね。ジャガーさんたちの家族ができましたと。めでたしめでたし。はい、皆様いかがでしたでしょうか。今回はですね、ジャガーさんたちの飼育エリアを作ってみました。でご覧の通り、もうだいぶお客さんたちがね来てくれております。ジャガーさんの飼育エリアが出来上がったことで、だいぶこの南米エリアも充実してきたのではないでしょうか。うん。そしたら次回以降もですね、どん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 南米エリアの拡張をして、そうですね、もう南米パックの中身をもう遊び尽くしちゃいたいなというふうに考えております。次回の動画もぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。それでは。